学校じゃ分からなかった、そんな時のための逆転の数学。これから授業を始めます。今日の問題はこちらです。見覚えがある場合はぜひ一度停止して考えてみてください。図形の性質を利用してまず見つける、それから型に従って書く、それが今回のポイントです。ここでは図形の性質と相似の証明について勉強していきます。今回のような問題を攻略している人はね、一体どういう考え方をしているのか、どういう知識を使っているのか、それを一緒に確認していきましょう。で、今回やるのも前回、前々回の授業動画と全く同じで、相似の証明です。で、相似を証明するにはどうしたらよかったかなっていうと、結局のところは相似条件を言ったらよかったんですね。この3つのいずれかの相似条件が言えさえすれば、それはもうそのまま三角形ゴニャゴニャゴニャ相似三角形ゴニャゴニャゴニャだよというふうにね、証明できるっていうのを前回前々回と練習しました。で、その具体的な型っていうのがね、ここに書いてるように三角形ホニャと三角形ホニャで、家庭よりゴニャゴニャイコールゴニャ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 イコールゴニャゴニャみたいなね。で、1から2よりとか1から3より、こういう相似条件なので三角形ゴニャゴニャゴニャ相似三角形ゴニャゴニャゴニャだよと。で、必要があればね、この相似の三角形の対応する角の大きさは等しいからとか、辺の比は等しいからっていうふうに言うよっていうのも前回前々回とね、授業動画でやってるんで、気になる人はそちらを見直してください。とは言ってもですね、今回も同じように相似を証明していくんで、多分前回前々回の授業動画を見た人からしたら、ここを見たらね、思い出せると思います。だからこっち見てもなんかようわからんなっていう人は、またここに戻ってください。で、そこまでね、前回前々回と同じだよって言うなら、一体今回何が違うねんっていうと、今回決定的な違いは、隠れヒントを自分で見つけるっていうことです。隠れヒントって何やっていうと、この図形の性質を利用して自分でこことここの角が等しいんだよとか、それを発見するっていうことなんですね。特によく出てくるのが、今回も出てくる二等辺三角形です。こういうふうに二等辺三角形 ABC があって、この AB と AC の長さが等しいなら、一体何が言えるんでしたっけ？どこの角が等しいんでしたっけ？っていうと、それはここですね。角 B イコール角 C が言えたんですね。こうやって二等辺三角形があるよって言われたら、角 B イコール角 C っていうのが問題文の中に明らかに書かれてなくても自分で見つけて、それを使って相似を証明していこうっていうふうになるんですね。あとはまず見つけてから書くっていうのは、これもやっぱり前回前々回と同じです。なのでね、早速じゃあ図形の性質を利用した相似の証明はどういうふうになっていくんか、具体的に見ていきましょう。1番です。右の図1は三角形、右の図1は AB イコール AC の二等辺三角形 AB イコール 二等辺三角形 ABC であると。ごめんなさいね。AB イコール AC の二等辺三角形 ABC であると。図のように辺 BC 上に点 D を通り、D から辺 AB、AC にそれぞれ垂線 DE、DF を引くよと。その時に三角形 DEB、相似三角形 DFC であることを証明せよ。っていう問題ですね。とりあえず言われてる通り、DEB と DFC、ね、ここに注目して、果たしてどうやって相似の証明できるかな。それをまず見つけようと。まず見つけてから書くが鉄則ですからね。で、こう見た場合、やっぱり、もういきなり目につくのは、ここが90度で等しいですね。これは家庭よりです。で、もう一個どうしようかなってなった時に、これなんですね。AB イコール AC だよ。こことここの長さが等しいんだよ。二等辺三角形だよ。ということは、どこの角が等しいんでしたっけっていうと、こことここですね。角 B イコール角 C です。そしたら、あ、この三角形の中でね、2組の角がそれぞれ等しいので、これで相似じゃないかっていうふうに持っていけるんですね。これで見つけたんでね、あとは型に従って書いていきます。この型に従って書くと。型の第1本目は三角形ホニャと三角形ホニャで、注目してる三角形を言うんでした。だから今回はもうこのまま相似を言いたいとこの DEB と DFC ですね。これを注目点として挙げてます。ね、1個目、これを言うと。で、そこからあとは証明していくと。まず1つ目はこの過程よりね、ここが90度っていうのを言ったらいいんで、そのまま言っていこうと。角 DEB と、ここですね。ここ、角 DFC は90度だよと。それはなぜかっていうと、過程。問題文に与えられてるからだよと。問題文のどこやねんって思うかもしれないですが、ここですね、この垂線っていうのは90度の線を引くっていう、そういう意味なんでね、垂直な線っていう意味なんで、もうこの垂線っていうことがあれば、ここ90度っていうのは問題なく使えます。あともう一個はどこかっていうと、ここですね。こことここが等しいよと。で、これも仮定よりでもまあいいんですが、もっともっと丁寧に言ってあげようと思ったらね、やっぱりこういうふうに。三角形 ABC は AB イコール AC の二等辺三角形だよと。だから、角 B イコール角 C が言えるんだよっていう流れの方がいいですね。で、ここは今言った通り、角 B イコール角 C っていうふうにね、一つの角で指定しても全く問題ないです。というのは、角 B って言われてもね、今回、前男一個もなくここって言えますもんね。さっきみたいな角 F って言っちゃうと、こっちなんか、それとも上側なんか下側なんかっていう迷いが生じるんでね、こういうふうに3つで言ってあげないとダメですが、今回角 B イコール角 C って言ってもね、迷えないです。それで全然問題ないです。ただもうどうせ3つで書くならね、やっぱ3つで書いてあげたらいいんで、もうここも3つで書きましょう。ということで、ここでは3つで書くようにします。B を言いたいんで真ん中に来るようにして EB でイコール FCD っていう感じですね。これで揺るぎない証拠を見せたんでね、あとはそれから相似条件が言えるよと。つまり1、2より2組の角がそれぞれ等しいので、で相似条件が言ったら相似を言っていいよと。三角形で AB 相似、三角形で FC になるよと。っていう流れですね。で今回証明するのはもうこの相似なんで、ここで打ち止め。答えは終了です。という流れでしたね。OK でしょうか。これで相似の証明の流れがしっかりね、思い出せたかと思います。2番も使って深くもっともっと理解していきましょう。右の図2の三角形 ABC で、AB イコール AC イコール8センチだよ。BC は6センチだよと。で、辺 AC 上に BD が6センチとなるような点 D を取るよと。さて、この時次の問いに答えようですね。三角形 BC で、相似三角形 ABC であることを証明しようと。今回この一つの図形の中に収まっちゃってて見にくいんでね、取り出して書きましょう。こんな感じで BCD と ABC、 これの相似を言おうって言われてるんですね。やっぱり鉄則としてまず見つけてから書くです。何が言えるかなと。でやっぱ与えられてるヒントで AB イコール AC イコール8、こことここが等しいよっていうのが言われてるんで、この角 B の部分と角 C の部分は絶対に等しいですよね。角 B と角 C は等しいよねと。でそれをこの今分けて書いた図形に表すとどうなるかっていうと、この部分とこの部分なんで、これまあ間違ってはいけないのが、今印つけたこの角 B っていうのはここではないですよね。だってこれって CBD やから。CBD やから。でも今印つけたのは CBA ですもんね。言ってる角が違うから、ここだけは注意してくださいよと。じゃあ結局このつけた角ってどこになるのっていうと、こっち側がこっちなんですね。この BCD だよと。そしてこっち側は、まあ文句なく CBA のこっちだよと。こことここが等しいんだ。っていうことがまずわかります。そして、もう一つのヒントは何かなっていうと、この三角形 BC で、これも二等辺三角形なんですね。だって BC は6ってここで言ってて、ここで BD の長さも6だよって言ってるから、これ二等辺三角形ってわかるんですね。じゃあ、ここからわかるのは何かっていうと、二等辺三角形なんで、この角 C と角 D が等しいんですね。で今、印つけたのはどこかっていうと、まあ、これ、こことここをつけたんですが、こういうことですね。こういうことやと。まあ、結果的に、全部等しくなるんですね。ここもここもここも全部等しくなるが、まあ、相似の証明として使うのは、こことここ、角 B と角 C の部分が等しいんだよと。これでね、三角形の中で同じマークが2つできたんで、これは2組の角がそれぞれ等しいっていうことを表せてますよね。だから、これで証明していくという流れです。見つけたから書いていきましょう。三角形 BCD と三角形 ABC で、まず注目している三角形を言います。そして三角形 ABC は AB イコール AC の二等辺三角形だよと。それから、ごめんなさい、こっちですね、下ですね。三角形 ABC は AB イコール AC の二等辺三角形だよと。それで言えたのはここのマークでしたね。で、これは分けて書いたやつで言うと、こっちイコールこっちです。角 BCD イコールっていうことですね。角 BCD イコール角 ABC になるよと。対応する順番に気をつけて書きます。で、もう一個ですね、この三角形 BCD。これも二等辺三角形やから言えたことは、この角 D イコール角 C の部分ですね。BCD は BC イコール B での二等辺三角形だよと。つまり、この赤い印打った部分、ここですね。角 BDC イコールということです。BDC イコール。あとは対応する順番に気をつけたら、BDC っていう点から ACB になりますよね。この一番初めの上の部分を参考にすると、この対応する順っていうのは間違いにくくなります。OK でしょうか。BDC イコール ACB ですね。これで2組の角がそれぞれ等しいっていうことが言えたんで、三角形の相似が言えたよと。っていう流れになるんですね。OK でしょうか。次、括弧2です。CD の長さを求めようと。ここですね。CD の長さを求めようと。で、こういう相似の証明した後に辺の長さを求めようと言われるのは、大体この相似を利用します。だからね、括弧1のこの2つの三角形、相似の三角形をね、向きを揃えて書きましょう。それが大事なんでね。向きを揃えて書くと見やすくなります。で、向きを揃えるとこうなりますね。BCD と ABC と。そして分かっている長さを書き込んでいく。AB も AC も8センチだよと。AB も AC も8センチ。ここ8ですね。そして BC は6だよ。BD も6だよです。で、BC がここにもあるんですね。BC、ここ。ここが6だよと。まあ、こっちで見ても分かりやすいと思います。ここが8。ここも8。で、ここが6ですからね。で、ここも6っていうことです。これを向き揃えて書くとこうなります。で、今僕らが求めたいのはこの C で、ここですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、もうこの2つの三角形は相似が言えてるんで、相似の三角形の対応する辺の比は等しいと。つまり、ここ対ここは、ここ対ここのはずなんですね。まあ他の辺使ってもいいですが。どこでもいいです。BC 対 AD は、これ対これは CD 対 BC ですね。っていうのが言えるよと。で、あとは数字を入れていく。BC6。AD。BC 対、あ、ごめんなさい。これ AB ですね。申し訳ないです。AB。これ対これは、これ対これですもんね。BC 対 AB。8は、CD、求めたい CD。まあこれ X って置いてもいいですし、慣れてる人はもうこのまま CD でいってもいいですね。で、BC が6だよと。つまり、あとは計算していけば 8×CD は 6×6 だよと。っていうふうに計算していくと。CD は8分の 6×6。で、約分したら、2で割ったら3と4。まだ割れますね。2で割ったら、2分の9ですね。2分の9になると。つまり 4.5 センチですね。まあ、このまま2分の9で答えでもいいですし、4.5ですね。4.5 でもいいよと。いずれにしろ CD の長さは2分の9センチ、もしくは 4.5 になるよと。っていうところですね。はい、ということで、今回は図形の性質と相似の証明について勉強していきました。どうでしょうか？理解できましたでしょうかね。今まで前回、前々回の授業動画でやった相似の証明とほとんど変わりなかったんですね。何が違ったかっていうと、この隠れヒントを自分で見つけようと。これ図形の性質を利用した隠れヒントを見つけて、それを見つけてから変えていこうっていうところでした。あとは自分でもノーヒントでできるように類題を見つけてしっかり練習しておきましょう。またですね、この動画をシリーズで勉強されている方は、ここら辺にですね、次回に見るべき動画が紹介されていると思うんでね、ぜひそちらも参考にしてマスターしていってみてください。